こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。PS4 ソフトが売れましたが、送り方が全然わかりません。最も安い発送方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。昨日、YouTube 視聴者様から質問が来ましたので、お答えさせていただきます。PS4 のソフトを配送したいということなんですが、 おすすめは、ユーパケット、クリックポスト、ネコポス、定型外郵便です。でこの中で一番安いのが、メルカリでしたら、ユーパケットですね。メルカリ、ラクマルしたユーパケット、えー。175円ですね。A4 サイズで厚さ2.5センチから3センチ以内ですが、まあ、大体大まかに5ミ、mm、リぐらい幅が厚くても大丈夫です。 で、これは私が郵便局に行って実際確認してますので、ぜひ安心してください。で、これ以上の配送になりますと、多少、まあ、さらにお金がかかってしまうので、ぜひ注意してください。ではよろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサルと、10万円稼いでマ〇マ〇〇〇プレゼント〇します なぜ10万円稼げるかを詳細に記載してますのでぜひお楽しみくしていってください。登録した際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。